加賀京一郎シリーズ悪意。悪意は、東の敬語による推理小説。加賀京一郎シリーズの第4作。単行本は1996年9月に、双葉社から刊行され、2000年1月5日に、講談社から、講談社ノベルスも刊行された。文庫本は2001年1月15日に、講談社文庫版が刊行された。本作を原作とした。 テレビドラマも制作されている。有名小説家の日高邦彦が自宅で多殺隊となって発見された。刑事の加賀京一郎は日高の親友である児童小説家の野口治が書いた事件に関する手記に興味を持つ。加賀は聞き込みや推理を通して野口の手記に疑問を抱くようになる。やがて犯人が明らかになるが犯人は 犯行の動機を決して語ろうとはしないのだった。加賀京一郎ついては、加賀京一郎シリーズ登場人物を参照、東野敬語ミステリー、悪意のタイトルで、NHK 総合テレビの月曜ドラマシリーズは国で2001年11月19日から12月17日に放送された。当初は11月12日に放送を開始する予定であったが、本作の前に、 同枠で放送されていたハートがアフガニスタン紛争関連報道等の影響により1話分休止したことから本作も1週間遅れでの放送開始となった。加賀恭一郎は西原絹代に変更された。東の敬語ミステリー悪意に関するカテゴリー。ありがとうございます。